航空整備士って職業は高校生の頃に初めて知って興味が湧いたんだけど、女性でも大丈夫なのかなって最初は思ってた。でも崇城大学では毎年女性整備士が誕生しているって聞いて不安なく入学を決めちゃいました。大学では SAGAS っていうグループに入っていて、オープンキャンパスのお手伝いをしたりしていて毎日楽しく過ごしてるよ。アルバイトで接客業もやってたから、どちらかというと社交的と思ってる。当然ながら同期は男性が多いんだけど、あんまり気にならないかな。宇宙航空システム工学科の航空整備学専攻は日本の大学で唯一の二等航空整備士の国家資格と大学卒の学士両方が取れる大学なんで、目標がはっきりしているところがいいですね。先生と学生の関係はもちろん師弟関係ではあるんですけど、どこかフレンドリーで話しやすくて、学習はもちろん将来についてなんかも相談してる。航空整備士の仕事っていうのは高校の時のように試験で一夜漬けってわけにもいかないんで、毎日コツコツと勉強していますよ。将来は航空自衛隊とか海上保安庁で日本の安心安全を航空整備士っていう立場で支えられたらって夢見てる。航空整備士には決められたことをきちんとこなすって能力が絶対不可欠。これさえできていれば資格取得だけじゃなく、いろんなことに対して好転していくような気がする。これから航空整備士を目標にって高校生たちも、まずは決められたことをきちんとこなすを努力してほしいかな。